こんばんは、ワイズです。サバイバリスト実況プレイ始めていきたいと思います。とうとうイノシシの洞窟、3つ目の迷宮に入ろうと思います。準備はいつも通り、まあ武器の予備と、橋を作るための準備一応してきました。で、橋の材料もこっちの箱に入ってるので、洞窟の中で迷宮の中で橋が作りたくなっても今度は材料集めとかしなくて済むようにちゃんと準備してあります。で、20匹戦闘態勢で連れてきてます。はい、ということでもういきなり入ってみましょう。3番目の迷宮だね。多分4つの迷宮でそれぞれアイテム手に入れるとなんかなんだろうな、ストーリーが劇的に進むと思っているので、はい、ここはもう結構後半に入っているのかなと思ってます。で、上に敵の影があったからこっち戦っちゃおう。いきなり戦闘は全然苦労しないというか大変では、おい、びっくりした。まあ、そんなに大変ではない難易度かなと思ってます。でね、前回結構ダンジョンの中を迷宮の中をすげえ歩き回ってほぼ全ての部屋を到達した状態でようやく一番奥にたどり着いたけど、今回はもう一番奥をいきなり目指していけるような感じで進めればなぁと思ってます。なので怪しい方向にどんどん進んでいく感じかな。ちなみに今上は何にもなさそうって感じになってますね。じゃあお金は拾って右側行ってみよう。コウモリ多いな。はいはい。で、右側、よしよし。で、敵は割とパパッと倒してくれてるのでこのままのペースでいきたいなと思ってます。回復をして、よし、うん、順調だね。奥に何も引っかかるところもなくいけてるかな。お、なんかギミックっぽいのあるね。橋を渡って奥に部屋がある感じかな。で、上からも入れそうだけどこの部屋はどうだろう。上からは橋渡らないで行けたりしそうだね。じゃああれ橋作んなくていいのか。あ、でもここ引っかかっちゃうんだ。ここ通れないね。右が通れるかもわかんないけどどうだろう。1番目の迷宮から2番目の迷宮でかなり部屋が広くなったから今回3番目の迷宮でさらにドドーンと広くなってんじゃないかっていう怖さがちょっとあんだけど、どうだろうな。同じぐらいだったらいいなってちょっと思ってるけどね。あんまり小さいのもちょっとやりごたえないなとは思うけど、はい、これでドアが開く。一回開いたら開きっぱっていうわけでもないから、誰か一人、はい、ペットくん、じゃあここを攻撃しててください。ありがとう。で、右から入れるんだったね。橋作っちゃうのが楽だって。おお、ちょっと待って待って、今なんかスイッチを押したらクリアしたんだけどさ、これはいいの別に。あ、そっかそっか、中に入っちゃった場合あれで上下の扉を開けられるっていうだけか。なんか想定外だったけどひとまずクリアになったのでいいかな。で、君はもう大丈夫だからついてきてください。で、右側からコウモリも出てきてたのでこっち戦っちゃおう。はい、よし。下はオッケー、何もない。あー、敵がいるね。オッケー、ありがとう。で、ここ危ね、うん、特に何もなしかな。こっちの上は行ってないよね。お、なんかちょっと広い感じがするぞ。広い広い。で、ここは開くよ。開いて、右側が走なくても渡れるかな。ここにスイッチがある。スイッチ1個では開きそうにないので、誰かにここに立っててもらおう。じゃあガストンくん、ここで座っててください。なんか左から殺せとか言ってんだけど、扉がまだ開いてないから戦えないね、あそこは。で、そっか。これは、飛んで渡んないといけないかな。はい。これで、火が解除されたので、左から敵が来そうだな。怖いな。はい、左行ってみましょう。敵がいるところは早めに倒した方が多分楽なので。あー、来ないで来ないで。やべ、半分ぐらいに減ってんじゃん、もう体力。で、ちょっと荷物見せて、荷物見せて。回復したい。回復させて、逃げんな、逃げんな、逃げんなって。はい、OK。一応、体力回復の量が大きいアイテムを持ってきてるので、まだ3回4回ぐらいはフル回復できるぐらいに食べ物は充実してます。上通っていこうか。前こういう地形の右側に一番奥があったんだよね、ダンジョンの。ああ、今回は違うかな。うん、違いそうだね。こっちどうだ。お、なんかちょっと怪しいぞ。ここ豪華な感じするぞ。でもここ入れなくて、ここも開いてないね。じゃあどっかのスイッチ入れて、あそこに入る感じになってるのかな。あ、はいはいはい。スイッチが連結してんだ。これ踏むと開く扉があるの。まず君、じゃあジャスくんがここに座ってください。で、多分右側が開いてて、そうだね。うわー、いっぱいあんな。どうしよう。戦闘態勢の子はあんまり戦闘以外のことさせたくないんだけど。はい、君が、じゃあここに座ってもらって、あー、集まんないで集まんないで、指示出しづらい。ちょっと待って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 、集まんなって。もう、じゃあ君、マックスウェル、ここで座っててください。で、ここじゃないんだ。今度左が空いてるんだね。で、左を開けるとまた右に行けるっていう感じか。うん、ここが新しく開いて、ここもまた2つスイッチがある。はい、じゃあテッドがここに座って。で、ライアンはここに座って。これ一回押したら、なんだろう、離れても大丈夫なのかな、もしかして。その次の扉が開いたら、離れちゃって大丈夫かもだけど、なんかちょっと見栄えいいからこのまま全員に座っててもらおう。で、いや、固まんないでよーと。じゃあ君ら2人、はい、これもう入っちゃった。もういいや、鍵手に入ったからさすがにもういいか。はい、じゃあ君らついてきてついてきてついてきて、ちょっと一回ついてくる指示出すまでは。宝箱開けるのは待っておこう。暗い暗い暗いけど敵いるね。なんか敵来てるっぽいな。まあいいや、とりあえず君もついてきてください。で、宝箱を割っちゃおうか。あれ、なんか誰かといつの間にか武器交換しちゃってるな。なんかこの金の箱っていつもこのガラス板入ってるね。なんかそんな気がする。じゃあ全員に戦闘指示改めて出したいので、ちょっと全員に勉強モードにしてもらって、誰かを攻撃したい、誰かを殴りたい、殴る、おし、ちょっと OKOK。 あれ指示出せてない、ちょっと待って、やべやべやべ、いや難しいんだってこれ。 OKOKOK 誰かを一回殴んないとその戦闘状態にできないんだけど、その一回の攻撃が当たらなかったという。槍だとねかなり難しいんだよね、正面にしか当たらないから本当に。で攻撃中の移動ができないからこのゲームは結構難易度が高かったりします。でここもまだだね。あ、やっぱり広いダンジョンだったね、ここ。これは左右に押す場所があって、あ、ここに宝箱あるから開けちゃおう。お、新しい槍が手に入ってありがたい。で、この槍使い潰しちゃおうか。はい、じゃあ誰か一人、ソックスくんここで座っててください。で、ここ開けて、オッケー。じゃあソックスくんはついてきてください。お、敵いるね。敵結構多いかな。お、車がある。ちょっと体力減ってきたから回復したいな。あれあれ、箱持ってる子がいなくない？あー、またこのパターンか。やべえ、箱どっかで落としてきてるね。ちょっと一瞬探すね。そんなにまだ失ってから時間経ってないと推察したいんだけど、前みたいにさ壁の裏で箱を落としてる場合結構きついんだよね、探すのが。いやー、どこだどこだ。でもこの辺までは持ってたよね、少なくとも。あった、1個あった。あ、2個ともあった。はい、もう落とすなよ。持ってるな、持ってるな。はい、 OK。で、真下かな？真下に行ってみよう。お、右なんか広いスペースっぽくない？嘘、嘘、嘘です。あー、そんなでもないし。こっちにも人いる？あ、いるね。オッケーオッケー。こっちをひとまず通って、まず敵がいないしアイテムもなさそうなんで、じゃあ次行こう。なんかさっきから矢の音がめっちゃ聞こえるのは、あ、ここで戦ってたからか。はい、ここもクリアになりました。いやー広いね。お、なんだなんだ、このギミック初めてだね。この絵自体はあったんだけど、逆立ち3人とこのなんとも言い難いポーズとこれ、ちょっとわかんないな。とりあえず試してみよう、いろいろ。まあなんかお猿含めてポーズ取るんだろうなっていうのは分かってるんだけど、それをどのように取るのかっていうのがいまいち分かんないんだよね。ここで座って、じゃあ2番目にこっちでポーズ取ってもらおうか。誰か1人がいい。1人の子。じゃあケス君にこのポーズ、ヘビのポーズか、取ってもらって、で、じゃあライアン君にここで逆立ちをしてもらうと。どう？こうじゃないんだ。なんかね、1回目あぐら、2回目日々のポーズ、3個目逆立ちっていうパターンを今試してみたんだけど、そうではなかったらしい。じゃあ次は3人で同じポーズにしてみようか。君もあぐら、あ、ごめん、場所指定になっちゃうのか。ライアンくんここであぐら、なんか2人にしちゃったな。まあいっか。君ケスくんここでヘビのポーズ、あ、違うヘビのポーズじゃない、君もあぐらか。はい、ケスくんあぐら。これで3人ともいったね。で今度2人がヘビのポーズっていうことにしてみる？ヘビのポーズ、あー違うな。でじゃあここにライダーじゃない、ヘビ、これで2個白くなった。でここでじゃあ逆立ちしてみる？いったー！わかるかい？難しい。ちょっと待ってね、全員に勉強モードにしてもらって、ちょっと待って、回復しないとやばいやばい、危ねえ、回復できた。武器がないからもうみんな頑張って。あ、頑張ってくんないんだ。ちょっと待って、攻撃、オッケー、これで攻撃モードになったよね。危ねえ、課題難しかったなこれ。じゃあこれを誰かに持ってもらおう。あー、まだいるね、誰か。もう敵いない？ OK、 ちょっと暗いから誰か持ってよ、頼むから持ってよ。OK。なんかね、敵に地味にやられてる音が聞こえるので、こっちにとりあえず向かいます。あー、遠いのか、なるほどね。戦えなかったんだ、お猿たちが。危ね、ちょっと待って、死ぬ。体力回復がないから大丈夫、あいつらこっち来て。一回集合。発光持ってる子いる？うわー、デカ箱の子がいないな。やべえなこれ。ひとまず部屋クリアってなってるけど、まだやばいことには変わりないんだよな。下に敵いるしね。これなんで戻ってきてるかっていうと、あれなんだよ、作るための道具がないんだよ。料理の材料はあるんだけど、作る道具がでかい方の箱に入れちゃってたから、それをね回収しないといけないんだけど、お猿たちがなんか戦っちゃって戻ってこないんだよね。あ、あった、箱あった。戻れ、急げ、戻れ、こっちよ、こっち来てー。危ない。これで寒天。矢は持ってたっけ？持ってないよね。いやー、きついな。じゃあ高速作業で作っちゃうか、橋。きついけど。なんで君そこにいんの？まあいいや。ここ1個でいいかな。で、ここ1個。というか、このキャラだけなら、自分のキャラだけなら穴を1個ジャンプで渡るのはできるんだよな、そういえば。これで渡って下のやつ倒してくるか。やばい、1マスじゃないスペースが、よいしょ。あー無理だな。ほいほい、やばい、体力やばい。体力ちょっと回復しました。で打つ打つ、オッケーオッケー。あと1人、あと1人というか、この部屋そもそも来る必要あんのかっていう話があるんですが、どうなんだ。よし、とりあえず部屋はクリアした。でどっかに扉ある？渡ります、渡ります。こっちはないよね。こっちはここ来る必要ない部屋だった？もしかして。そんなんあるかな？いや、あるはあると思うんだけどさ、こんなになんか難易度高い部屋に来なくていいですよっていうのはちょっとなんかどうなんだろう、あるのかなって思うけど、あーでもやっぱ壁ないね。右側の壁がちょっと出っ張ってるのが気になるけれど、この辺かな？なんか地図上で変に出っ張ってんのは、あ、これか。特になんかギミックってわけでもなさそうだな。どうしよっかな。これ橋作っといてもいいんだけど、材料あんだけど、橋作っても来る意味ないんだったらいっか、帰るか。ここはじゃあ関係ないとしていきましょう。いやー、ちょっとじゃあ無駄な体力使っちゃったな。まあいいや、左行こう。はい、ここは特に何もなく左。あ、またギミックの部屋っぽいな、これは。歯車を3人同時に回すみたいな、そういうやつだね。はい、なのでじゃあ誰か1人がいいです。ジャック君、武器ちゃんとしたの持ってないのか。どうしよう。じゃあ他の人にしよう。グラント君が、ここを殴ってください。で、マクスウェル君が、ここ殴ってください。で、俺がここ殴りますと。オッケー。スイッチをしてた子たち、あ、敵が入ってきてるね。オッケーオッケー。グラント君とりあえずついてきて、でマックスウェル君もついてきて、オッケー。どっちが開いた？右下か。広いな本当に。またなんか遠回りしてる感が若干あるけどね。大丈夫かな。ちょっとなんか分厚い扉に見えたけど気のせいでした。でもここは何もなく下にすぐ行けるの。お、一番奥、来た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 。ここで敵を全員倒せればこれでクリアになると思うので、もうあとはね、自分の体力を残すために逃げ回りますよ。これはもう逃げるが勝ちと。部屋はクリアになった。敵はもういないね。よし、オッケーオッケー、クリアできた、よかった。いやー、難易度どんどん上がってる気がするな。ギミックが特にね、すごい謎かけというかあったね、1個だけ。はい、ひとまず金色の箱から開けていきましょう。うん、弓矢と、ちょっと誰か弓矢の矢がなくなってる人交換しといた方がいいんじゃない？誰かいる？じゃあダニー君。ダニー君、はい。で、金属のインゴット。で、ちょっともったいぶるようだけど、宝箱の方から開けていきます。硬い硬い。よし。お、金属の剣が地味にありがたい。ちょっと一回じゃあ箱に入れさせてください。作るのもいいか。葉っぱももういらない。弓矢ももういいか。いや、インゴットもいらないや。ほい。で、金属の剣を拾う。で、あと宝箱ラス1がここにあるので開けてしまおう。こういうふうに正面には強いんだよね、槍。当てるのさえうまくできるようになれば、これ結構強い武器だとは思うんだけどさ、いかんせん当てるのが難しい。お、即席ランタンいいねいいね。今このダンジョンの中で照らしてるのがそのランタンだけど、まあ複数あるとお猿に持たせたりもできるからありだよね。はい。で、風の槍。風の槍を手に入れました。これも伝説のアイテムだね。これまでのダンジョンでも手に入ってたような感じだと思う。で、落とさないでね、持っててね。ではいよいよ船のパーツ。火事だね。あれちょっと待って。あー、もう文章飛ばしちゃったじゃん。はい、迷宮から今回はもう全部探索してあると思うので、全部探索っていうか、この部屋の、アイテムは全部取ってあると思うので、テレポートで戻りたいと思います。はい、これで船のパーツ3つ目取りました。どっかに一覧で出てたりすんのかな。あ、この右側の脱出への鍵ってやつだね。で、ラスト1個が、なんだろう、紙のくるくる巻いた巻物みたいな。そんな感じかな?うん。あの巻物を手に入れれば、船を直せる。でっかい船を直せるようになってるだろうという。推測です。で、そのダンジョンはもう鍵は買ってあって、あれ?こっちか。これだね。で、多分だけど、今回のが一番なんか奥地のダンジョンだったんじゃないかって、この島のサイズからしても思ってるんだけど、どうなんだろうな。まあ、次、はい、右上行きたいと思います。次は、迷宮の島に行っていきなり迷宮探索っていう感じで進めようかな。島の探索後回しにしてまず迷宮っていう感じで進めたいと思います。とにかく早く船直したいからね。はい、そんな感じでじゃあ今回はこれぐらいで終わろうかな。はい、では今回はこのぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。